And there was a fighter in the 60s who was absolutely phenomenal named Fighting Harada. Masashiko Fighting Harada from Japan. Rushing power, 打って打って打ちまくるということしかありませんか。そうですね。しかしこのファーストラウンドの相方ですね。はい、原田の。はい。Second round がありますね。はは。ご注目いただきましょう。問題の第一ラウンドでやります。ラッシュするか少し控えるか、はい、このあたりですね。しかしもちろん攻めなきゃダメですから。そうですね。攻めると思いますがね。いよいよゴングになりました。8時7分20秒でやります。真っ白のトランクス、シルバーのトランクス、そして早く持って出ました。もう一回もう一回出てましたね。見事です。ラッシュを出ました。チャンピオンが落ち着いています。いや、面白いですね。相当少し興奮したような表情です。原田。ボディポイントを見せております。ちょっとキンピッチ立ち上がりの原田のラッシュに意表を突かれてます。戸惑ってな感じですね。もう予想外戦ですね。早くも当然です。先制攻撃ですね。ああ、いいですね。残念不攻撃、ロープに詰まりました。チャンピオン、しかしうまい足を使いまして中央に戻りました。チャンピオンにとりましてはこれが4度目の防衛戦であります。パスカル・ペレスをリターンマッチで切ることです。そして日本の関東が切ることです。原田の右が入りました。右ストライク、レストのジャブもよく出ますね。はーはー、左ジャブも構わずライトで出て打ってますね、はい、はーはー、これちょっと面白いですね。レフリーは最後フライングでした。マートロープに詰まります。原田なし。コーンが左から右、左と出しまして体勢を入れ替えました。今の体の設定がいいですね。いいですね。狙うってフッとタッチしたところ右のストレート落ちた。これは今ちょっと出に対してはね、はい、打たしておいて自分が右でお返ししてますね。あ、なるほど、承知の上でという、承知のそういうあれですね、はい、判断取りました。初めての11ラウンド。あと足が流れました。
ました。流れましたね。チャンピオン足が流れました。あ、組。一発目に送りました。彼が完全に組みました。しかし、ヒロは3人。左、左、ジャブ、ジャブ。あのジャブの現場で完全に交代してしまいますね。逆ですよ。逆ですね。ジャブはおかずを取ってますね。いつもあれで大体やっちゃったんですか。11ラウンド2分経過。アドバトル踏み込みました。顔面へ。チャンピオンの口の反撃でやります。コーナーに詰めました。押し詰めました。あっ、強い。顔面。やっと跳ね返しました。チャンピオン、あれもしかし原田がいくらか下がったという感じですよ。あ、そうですか。跳ね返してくる力は今見えなかったんじゃないですか。そうですか。いい、綺麗に当たりました。綺麗に当たった。さあ、チャンス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 、しばらくはご覧いただきましょう。選んでやってたよ。いうような気持ちで、この2人にならないようにお願いいたします。それで原田君をこのリングサイドに呼びたいんですけれど、それじゃちょっとそれでは収集つきます。ヒョンさんが変わってるんですね。ポン選手の方は結局ギヨム氏と何か負は、まずちょっと泣いたらしいですね。さあ第1ラウンドどんななりました。いよいよ原田選手第1回の防衛戦開始、いきなり声を伸ばしました。強豪たる場内の声でございます。ホーンが左から右アッパーを高めつけております。かなり積極的に出てきますね。出ますかね。このスタミナがいつまで続くかということが問題になってますね。地元相当運動に苦しんだということを聞いておりますから。ああ、行きますね。行きますね。左ジャブ小刻みに出しまして、最後に顔面当たらずに入りました。原田積極的に行きます。行きます。はい、大丈夫ですか。しかしコーンもかなり左を伸ばして原田の足を抑えます。早くも相当エキサイトしております。お客さんが立ち上がりまして、だんだんこのリングの方に押し寄せてまいります。今のトンターを気をつけないとね。そう、入りました。綺麗に入りました。今度は右アッパー。結局、左リーチを生かして、左を伸ばして、原田の突進を止めるというところですが、まだ見ました。ね、原田、綺麗に見ました。トーンの左です。結局、カウンターですね。カウンターです。トーンの狙うところは、原田、うまい、飛び込んだ。ボディコーナー詰めました。原田クリンチで過労して逃れております。チャンピオン構成です。相当第1ラウンドから激しい動きを展開しております。お互いが相手の顔面をしばしば捉えます。ロープに詰まりました。ハード、ロー
ナー両詰めは。ハウ選手のリスク。セコンド細井会長の声も全然判断の耳には達しません。何を言っても聞こえませんね。あと残念詰めました。第1ラウンド終了です。第1ラウンド林さんの採点は5対4と原田。10月10日にこのコーン選手を下しまして世界チャンピオンとなりましたファイティング原田、32戦27勝1敗4つのエキシビションでございます。昭和18年4月5日生まれ、19歳というフライ級史上最年少の世界チャンピオンとなりました原田選手、第1回の防衛戦でございます。コーン金吉27戦23勝4敗1936年2月の生まれで26歳、世界タイトル三度防衛いたしました。パスカルテルス、関光則、そして野口京、そして10月10日に原田に11ラウンドノックアウトされまして、タイトルの座を奪われているわけでございます。第2ラウンドです。ゴングが聞こえません。相当これは活気のある試合でしたね。ちょっと原田の感覚を取り過ぎてる感じがありますがね。左をちょっと出ないと、もっと重要な選択も置いたいところです。大変な騒ぎ、こんなに賑やかな試合を見たことがございません。賑やかに賑やかって言いますか、うるさいって言いますか。あの辺にはファンの今日は本当にカウンターです。もっぱら原田打ったところを打ち返しております。原田さあ今度左が伸びました。左が意外によく伸びますが、どうですか。いや大丈夫です大丈夫です。顔を払うみたいな研究はしておりますね。研究しますね。はい、原田さんは研究しております。原田ワンツー。とにかくコーンが手を出したりすればお客さんが騒いでいるんで分かりません。非常に不利ですね、こういうことは。不利ですね。詰めました。ロープに詰めました。レフェリーは三連キライアンレッカさん、マットフライシャー氏と石渡さんがジャッジとしてついております。あっと、大事左ちょっと強いと危ない。あとワントゥー左、ワントゥー左しかしとにかくお客さんが大変にぎやかなので、コーン選手手を出せば当たっても当たるわけです。はい、あっと、コーン選手ランナーがいい。レフト、あるチャンス、あるチャンス。ちょっと左ミスしました。あと1分です。原田、左得意のボディー攻撃。左フック、あれはちょっと道が足りません。ブン、ボディーや。あっと、またコーナーに詰まりました。ニュートラルコーナーに詰まった。また、はい、追い詰めましたね。あっと、左。あれでダブルでいくわけじゃないですね。今、30。当たりました、うまい。あと、左がミート、うまく入りました。スタミナが追い方がまだ足りませんね。かなり顔が赤くなりました。相当左のパンチを振っております。しかし原田もよく打ちます。ドンになりました。原田の右側のスタート第2ラウンド。第3の採点は5対5第2ラウンドでございました。28日はメトロポールホテルというところに泊まりましたが、
そしてこれを落としまして、29日からお正月の5日までは生ホテル、のんびりできないということで、6日からチャンシーファーというところにあります、寺尾さんのお宅に場所を移しまして、今日に備えましたチャンピオンの原田でやります。さて第3ラウンド、遅れまして国王だけが今やっと最初の打ちになりました。コーナーに詰めました、コーナーに詰めました、ハローのロシアに詰めます、ハローに詰めます、ハローに詰めました、ハローに詰めました、合わせてトラックを使ってコーナーに詰めました。ペンの足を今日は動いておりますね、動いてますね、いい足、はい、原田チャンスをつかみかけましたが、ポーも足を使って回りました。精力的な気持ちを続ける原田、ちょっと面白いことには両方大国と日本の国主が事務局長がですね、はい、まあ後で、言うのもおかしなことですけど、はい、スパーリングを3日しかやらんと、それは合計8ラウンドだということを佐々木君が言ってみましたけどね、あ、バジで2を取りました、私はこの道はもっとしてないんじゃないかなというような気はしておったんですよね。白いトランクスが汗でびっしょりです、水に突っ込んでなりました。あっと、あっと、右がダメ、左見て送りました、届きません。グラウンド積極的に出ます、あと、経過しました。14ラウンド。まだ減る。ボディへ。ここでボディ。攻撃が欲しいところです。大丈夫。Thank you.
ったような感じがあります。ハローでハローでという里崎会長、ハラオタレとバックします。ボールに攻めました。危ない危ない、どうしよう、反射です反射です。しかしこれはどうも体を落ちてきた格好であります。あとパー、あとのボディでの連打が期待されます。鼻血を出しました。花田左の目の上の血が止まっているも左を出しました。あと一歩、あと攻めた、はい、ほら攻めた、はい、花田戻らそう、はい、この辺り花田、花田花田いけ、頑張る花田。1分を切りました。あとアウト、ちょっと右足を膝のところバックとした花田、しかし体勢はなおももう押しております。ロープに詰めました。あと5、花田あと45秒治った、ちょっとこうバックしました。最後の攻撃、これをもっと前から出して入れなかったんですがね、もう30秒です。現の17ラウンドラスト30秒となりました。また右を、あと2、あとちょっと後退した、もつれました。30秒切っております。あと20秒、第15ラウンド最終ラウンドです。あと15秒、ノックアウトのチャンスはなくなりました。あと10秒、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 にらみ合い、あと休みました。ちょっと疲れました。時間がない。ホームです。ホーム。原田の73、ポンの69ですか、4ポイント差がありまして原田の防衛と出ておりますが、果たしてレフェリーのライアンレッドさん、それからジャッジのマット・フライシャーさん、同じくジャッジの千葉県と佐藤さんの採点はいかがでしょうか。チャンピオンライアンレッドさん、最初の防衛があるか、それともフライ級史上今でない2冠マッチでの挑戦者再タイトルということが発見しますか。見えません。カメラマンが全部の上に上がりまして、こちらから見えません。これはひどいですね。これはひどいですね。まだ判定の出る前からカメラマンが全部リングに上がってしまいました。こういうことは日本では絶対にありえないですね。この辺はもっと節度が欲しいと思います。さあリングアナウンサーがジャッジカートを見ました。
左の目の裏の血が止まっていても左を出しました。アベングあと攻めた、はい、ほら前回ほら戻らせろ、はい、コーナーまでほらほら行け、頑張れ原田。1分を切りました。あとハッとちょっと右足を膝のところガッとした原田です。しかし体勢はなおも押しております。どんどん攻めました。あと45秒ちょっとこう、ダメしました。最後の攻撃、もっと前から出していなかったんですがね。30秒です。現状17ラウンドラスト30秒となりました。あと2位、あと2位、ちょっと後退した、もつれました。30秒切っております。あと20秒第15ラウンド最終ラウンドです。あと15秒ノックアウトのチャンスはなくなりました。あと10秒、あと5秒、村見合い、あと休みました。ちょっと疲れました。時間がない、ホームです、ホーム。さあ戦い終わりました。判定がどうなりますか。これは難しいところです。一方ジョフレの方は全くオフリミットでありまして分かりませんけれども、徹底した菜食主義のジョフレ、もちろんジュース類あるいは野菜類を取ったものと思われます。第4ラウンド最初からジョフレまた大攻めに出ました。大きな左、これは空振り、原田のステップバック好調であります。あのテクニシャンのジョフレがですね、ああいう大きな左フックを打ってそれを空振りするっていうのはですね、ちょっと信じられませんね。そうですか、原田のそのステップが速いっていうことが言えますか。ちょっとなんか焦りが見えてるような感じが受けますね。あ、そうですか、それが本物ならですね、勝つチャンスが出てきますね。そうですか、原田鼻血がちょっと見えておりますけれども元気であります。ジョフレの真っ白なトランクスに血が一滴二滴垂れております。あのジョフレがレフトを下げてますね、ガード、あれも本当の誘いなんですよ、引っかかっちゃいけないわけですね、そうですね、あれから打ってくるところレフトアッパーレフト打つわけです。右に当たらない、少し浅かった、あっと左が当たりました。ですね、左のフックが痛烈に体の顔面に当たりました。相当両選手ともに顔面好調、汗びっしょりというところ。ジョフレがね、コーナーを見ましたね。カウントしていいですね。カウントですね、これは、まだしません。バニーロス、原田チャンスであります。あと20数秒、原田もちょっとここで一呼吸置いてしまいました。チャンスであります。しかしチャンス、アッパーもう一回当たりました、右のアッパーカット、右の服左右に当たっております。満場騒然、誠に原田の見事なラッシュであります。時間がほとんどなくなってまいりました。あと一桁の秒数になりました。第4ラウンド、原田誠に見事な調整、石川さんが5対3と採点しました。ライトアッパー打ったですね。そうですね、さあジョフレ立ち直ったかどうか、原田の強烈な右を喫しました。第4ラウンド危なく逃れましたジョフレですが、原田優勢のうちに第5ラウンドに入っております。
弱いと言われるジョフレの第4ラウンドでは3発右のアッパーカットが捉えました。体つま先で立ってますね。はい、そうですね、このフットワークを忘れてはいけません、はい、ジョフレの硬いガードですが、バンタム級のチャンピオンになれるかどうか原田、大事な中盤であります。右から出ました。おっと、右のフック、ジョフレの右のフックです。原田大きな左、得意の左が大きく出ましたがダメです。ジョフレちょっと疲労の気配です。寄りかかってますね。そうですね、右のボディ、ボディ当たりました。当たりました。相当効いてますか。今の効いたようですね。そうですね、おそらくジョシュエルとしてはああいうボディを今まで受けたことないでしょう。はあはあはあ、そして原田はですね、今度は下がらずにクリンチしていくと、うまい作戦ですね。ああ、そうですか。うんと離れるか、うんとクリンチしちゃうかですからね。中間距離にいると危ないですね、はい。おっと、大きな右の左のフック、これは空振り。おっと、顎へアッパーが当たりました。当たりましたけどね。ジョフレのアッパーが原田の顎を捉えました。あの原田、顎に一発喫しました。ジョフレの右の左右、今度は顔面を捉えました。ジョフレちょっと優勢です。第4ラウンドのチャンスを逸しました原田。今度はジョフレ立ち直りました。ジョフレがチャンスを見出しました。チャンスですね、しかも打ってますね、左もう一回アッパーカット、これが危ない。危なく鼻程度に済みました。あれを顎に喫しますと原田といえども止まりません。このラウンドは完全にペースがちょっとジョフレの方に移った感じであります。ジョフレ、おっと、原田が上がりました。右を喫しました。先ほど離れないといけませんね、離れないと。ちょっと離れました原田。ジョフレの左、右、当たっております。あ、危ないところ。あと15秒、ね、原田危ない。今度は原田が上がりました。ああ、打たれましたね。左右が当たりました。原田、鼻血がいっぱい出てまいりました。大きなアッパーカット。原田、よく頑張っております。ようやくゴング。危ないところです。原田、コーナーを間違えました。佐々木所属ファイティング原田。ああ、元気いっぱいですね。そうですね。ああ、いいですね。ご覧の通りレフェリーがニッキー・ポップさん、ジャッジ・宇野武雄、手崎博之の2人でやります。This match is being fought under the World Boxing Commission rules and the Japan Boxing Commission rules. You boys know the rules.Want a good clean fight, okay? I want you to keep your punches up, your gloves closed when you punch, and be careful with your heads while you're punching. Is that understood? If any man is knocked down three times, the fight is terminated. Is that understood? Any questions?林さん、今ポップさん、まあ、肩取りの注意ですけれど、今度の試合のルールはこの前の名古屋でやった時の、挑戦の時と全く同じということですね。1ラウンドに3回のダウンがありますと自動的にノックアウトということになります。そういうことですね。さて、正規のゴングが鳴りました。第1ラウンド早くも飛び出しました原田、まあ、いろいろと予想は、尽くされましたけれど、原田のダッシュ、そして、ジョフレの濃厚さというんですか、まだ分かりませんが、はい、打席の時のようなことはないようですね。はい、原田元気に出ました。
あの右のストレートですね。そうですね。あれは左のカードを上げていかんとまともに食いますからね。はい、盛んに右のストレートをしますね。あれはまずいですね。やはり甘いところを突かれてるわけですね。はい、原田の顔面が早くも赤くなりました。もうちょっと左を殺せるといいんですがね。殺せるわけなんですが、はい、あー、もぐって入りました。しかしクリンチ、体対策も十分ということで接近戦の練習を公開しておりました。王座返り咲きを狙うエデル・ジョフレ、右のアッパーから、あー、いいですね、顎に突き上げました、はい、これが怖いですね。怖いですよ。これは原田聞きましたね。はい、原田のワン・ツー。アナッパカットですね。あるいはもう体力的に衰えを感じてですね、はい、前半に勝負をしようとして出るかも分かりませんですね。そうですね、なかなか意欲的に出ます。そういった点はもう今の右のストレートのボディ打ちなんかはですね、はい、完全に左が空いておりますね。原田、あの辺右のストレートをカウンターされる恐れ十分ありますね。はい、原田がボディブローを狙うんですけれども、せっかくに入らず、入っておりませんね。ジョフレの方が今のところパンチが正確なようです。右フック、ブロックしてますか。はい、してます。完全に左なんかブロックしておりますね、はい、しましたか。左アッパー、怖いですね。ちょっと危ないですね。これは顎を突き上げられました。しかし原田元気いっぱいです。右のストレートをボディに送りましたが、これはエルボーブロック。世界タイトルマッチ10ラウンドゴングが鳴った第1ラウンドから早くも両者よく手数を出しております。怖いですね、アナッパカットは、ね、ああ、ちょっと今原田がアッパーを突き上げましたけれど、あまりその威力がありませんでした。した、はい、ああ、ジョフレの右が伸びました。右のストレート、右アッパーと実に多彩です。あっと今のアッパカットが強いですね。原田綺麗に入りました。最後フック、一進一退です。この試合を展開しております。あと10秒、ロープに詰まりました。ロングになって、昨年5月原田に敗れまして、今またそのバンタムの王座奪回を目指しましてリングに上がっています。第1ラウンド、ジョフレの右あるいはストレートアッパーが的確に原田を捉えました。まずわずかに挑戦者優勢のうちに第2ラウンドになります。カウンターですね、怖いです。あれもバランス崩しましたね、はい、いや左の使い方が足りませんから、はい、どうしても大振りになってしまうと。そうですね、そうすると向こうの射程距離に入ってしまう、はい、あの辺は気をつけてもらいたいですね、はい、原田のまだ得意の猛烈な足は見られず、手数は出しますが、しかしあまり正確にジョフレを捉えてはおりません。左フックですが、ね、はい、ボディちょっと浅いですね、ちょっと浅いです。スルスルと長い左右の手が伸びまして、あ、激しい打ち合いです。原田の右が当たりました。ロープに詰まった。原田ラッシュ、なかなかクリンチワークも研究しましたね。この前原田に敗れたのは、問題は原田のクリンチワークだということを言っております。ジョフレ十分研究の後伺われます。ちょっと距離を取りすぎてますね。原田もう少し近づいた、左の使い方は足りませんからね、はい、ああいうことになってしまうとまずいですよ。そうですね、ああ今のところこれは挑戦者ジョフレの距離でやります。いきなり右を振っていっても当たりませんね。まだ疲れておりませんから、あまり単調にこう出ていったのでは。ジョフレの巧みな右のカウンターを振ります。ジョフレもしかしよく手数が出て動いていますけれど、ああ顔面は見てますとかなり苦しそうな表情ですね。そういうことですね。やはり接近戦はお手のものではないと、はい、いうことですね、はい、ああ、あれだけ力を入れて打っておりましてね、はい、あれだけその効果的なブローを与えない、ちょっと見えませんね、いうようなことになってくるとね、スタミナが非常に衰えてくるという感情になりますね、はい、まあ、それからは原田の持ち前のペースになっていくと思いますけれども、今のところはまだ左のロングフックですね、それから肌が出てくるところを狙っているように右のストレート、なかなかジョフレ
とにかくジョフリーは一発あるだけ怖いですね、はい、そうですね。今のは最後の右の方が入りましたね。淡々になりました。あ、もうちょっとジョフレ息が上がってきた感じですね。ジョフレですか。やはりこの、はい、ああいうその接近戦ですか、はい、あまりやりつけたことのない、あっと原田のボディングロー、ね、はい、左アッパー怖いですね。あの辺は左アッパーが鋭く原田の顎を突き上げました。今度は右ストレート、原田右、激しい打ち合いでゴン。第2ラウンド両者1ラウンド、試合の半ばを終えまして、いよいよ後半戦であります。第9ラウンド、苦労をして取ったタイトルのもの簡単に渡せるわけがあるかと決意のことを語りました原田。あ、アッパカットいいですよ。激しいアッパカットですね。原田がうまく小さなアッパカット、ジョフレの顎を捉えました。ジョフレ依然として左目、眉毛と目の間のところが赤くにじんでいます。原田突っ込んだ、左を伸ばして原田との距離を測るようなジェスチャーのジョフレ。あ、右のボディブロー、ストレート。このラウンドは完全にやられてますね、今のところ、ね、はあ、勢い余ってフックは空振り、おっと左に避けます、はあ、このラウンド原田優勢です。まあ、前世紀のジョフレですとあれほどその左の、ジャブを受けるということはないんでしょうね。沸きに沸きます日本武道館。ジョフレがロープを背負って止まってしまいました。警戒してますね。そうですね、強いな突っ込みはやりませんね。やりませんね。ああ、対戦が入れ替わりましたが原田今度はすぐ入れ替えました。右のボディーブロージョフレの左のガードを上げてるとあのスイングは良かったんですかね。原田相変わらず左が下がりあっと今度は顔面です。青コーナーのジョフレ側、カツネルソンマネージャーが大きな声で盛んにイケイケと激励でやります。原田のボディブロがちょっと引っかかりました、ちょっと引っかかったですね。またロープに詰まりました。ボディブロー、このラウンドはこの原田の右がよくボディに入ります。なかなか左のストレートこのラウンドはうまく使っております ね、 すね。ああ、またロープに詰まりました。こうなるとこういう風に進めていけば原田ペースでやります。アッパカットうまいですね。強力ですね。ちょっと左をフェントして、はい、左のアッパカットを思い切って払い打つと上手いですね。ああ、まあ、しかし今日の花田はそれを跳ね返して手数でもしていくだけのファイトがありますから、そうですね、いいですね。ああ、まあ、これがひとたび姿勢に回ってあのパン、あ、日曜日に代々木の競泳ジムでいきなり練習を開始しました。意欲満々なところを見せましたジョフレでやります。大いに評判は上がりましたが、その後23日の公開練習でジョフレにも年齢的な衰えという声がまた上がってまいりました。その攻撃避難が今ジョフレの右が鋭く原田の顔面を取って、スイング振ってますね盛んに。これは的確に入ります。ああ、ちょうどいい距離になります。これは危ない。原田なんとか距離を変えなければいけません。第10ラウンド、ジョフレの右ロングフックが原田の顔面を捉えました。強烈ですね。そうですね、このラウンドはちょっと打たれます、はい、第9ラウンドに原田にリードされましたジョフレが反撃ですが、原田左のジャブ、はい、やりましたね。そうですね、左のジャブの連発で石切りにウィービング、あっと右のストレートを入れましたね。右のストレートが入りました。ジョフレはちょっと鼻血を出しておりますね。そうですね、鼻を気にしています。うっすらと出しています。この前の原田戦の時には扁桃戦、その後
手術はしたそうですけど、どうも鼻が詰まるということで、まあ、練習をしていてもすぐにこう大変苦しそうな表情をしましたね。やってますですね、はい、今もそのマウスピースをはめておりますが、顔を口を大きく開けてしまう格好になります。ジョフレ呼吸が苦しそうです。あっついやっぱかったですね。左のアッパーです。このラウンドは右のフック、あるいはアッパーで原田の顔面をかなり的確に捉えています。挑戦者ジョフレ、原田の飛び込んでのボディーブローがちょっと流れました。ずっと手を抑えてますね。抑えてますね、お互いにあれをやっています。はい、さあラウンド後半でありますが、原田もちょっと反撃が欲しいところであります。このラウンドジョフレの右がかなり原田を捉えましたので、この辺で反撃が欲しいところ。右アッパー、原田のアッパーです。綺麗に入りました。服は空振り、その後攻め込んだ服が空振りでした。この前はあのアッパーカットでチャンスを作ったんですがね、はい、そうでしたね。それにしては非力でした。はい、ちょっと原田の足を止めました。原田も、ジョフレの方は小刻みな手というんじゃなくて、一発を狙うような出し方になってきましたね。なってきましたね。でそれほども力もなくなってきましたね。そうですか、はい、第10ラウンド時間がほとんどありません。ロングです。ジョフレが右を出した2ポイント3分の2終わったところで、チャンピオン原田がリードで、さあ残された5ラウンドの攻撃でやります。原田の突進を、はい、バックステップ、それから上体をスウェーバックさせました。避けました。あ、これで、はい、ジョフレは反撃の力は抜けてきたように思いますね。そうですか。まあ一発があるだけに、そうですね、どこまでも油断は大敵ですけどね、はい、あとはもう原田ペースの持ち前を発揮してもらいたいですね。まずいろいろな見方で前半、まあ、7ラウンド8ラウンドあたりに原田の1回そのピンチがあるかもしれないと、乗り切っていけば原田ペースだという予想が多かった、そういうことですね、はい、まあ、この距離に近づいて、アッパーの応酬、ショートの応酬であれば原田大丈夫ですね。大丈夫です。時々そのしかし足を使って、まあ中間、距離を取るのはいいんですけれど、その足が十分動いてないと、そうなんですね、先ほどのように、結構そのジョフレの右の服を振ってしまうというような場面になりますね、はい、今ショートアッパーを連打いたしましたジョフレ。原田の方が一瞬上がりましたが、しかし大したダメージを受けておりません。今度は原田構成ですが、ジョフレの方からクリンチ、あっと原田だいぶ口の中を切りましたね。口を切りました。原田が口を切りました。あれはジョフレの頭もありますね、はあ、ああ、ファンの人も言っておりますね。先ほど第7ラウンドにヘッディングで減点1を取られております原田であります。それに対しまして今度はジョフレの頭だというお客さんの声であります。ミアパーです。スルスルっと伸びます。原田は口を切りましたね、だいぶ。そうですね、ああ、やっぱり取ってますね原田が。多分しかし、あ、ちょっとどうもスピードがありません。ああ、左目の上ジョフレ、そして口の中原田、打ちつ打たれつ大熱戦を展開しています。このラウンドちょっと原田ミスが多いですね。これからはもうずっと原田ペースにならなくちゃいかんと思いますね。期待したいと思います。12ラウンド、なんといっても昨年の5月18日にチャンピオン、当時チャンピオンのエデル・ジョフレと
15回の死闘を繰り返しました。危なかった中盤のピンチを脱してよく判定で初の王座をもぎ取りました原田であります。まさに中間距離で戦うような、そうですね、まずいですよ。今日は応援合戦も盛んで2階には、ブラジルの人たちが大勢来ておりますが、その辺のところが大いに賑やかになってまいりました。中間距離はまずいです。原田鼻血ですね。受けましたね、ぐるっと回って、はい、ああいうことなんかするもんじゃありませんね。そうですね、そこは歴戦のベテランのジョフレでありますので、ひとたび原田にひるむ色がありますと付け入れられるという危険があるわけであります。ジョフレも頑張ります。このパンチはこれは危ない距離です。あ、そういうことですね。左ジャブで出ていって思い切って右を叩き込むというジョフレ、左アッパー。原田の手数がちょっと足りないようでしたが、今左右のフック返しました。そうですね、ミン、はい、返して聞いてなかったんですが、ね、今音だけですが右を送りましたが、これは肘の外です。ジョフレ もうこれはもう最後の力を振り絞っているという感じですね。でしょうか。ロングフック、まあ、しかし、はい、これだけの選手がですね、はい、左を使わなくなっているということはやっぱり疲れている。そうですか、ね、はい、右の強打に頼ります。原田作戦、いいところを疲れましたね、はい、そうですね、今接近戦でも OK ということ、ゴールをしておりましたジョフレでありますが、完全なラッシュとなればもちろん原田の分であります。第12ラウンド、両方とも少し疲れましたね。今原田の右が出ましたけれど、ちょっと力がありませんでした。ボディを狙います。まあ、パンチの応酬があって、はい、原田がその少しずつ交代をしていくと中間距離でジョフレが追ってくるわけですね。まずいですね。思い切って下がるとか、あるいは原田がちょっと構成に出ればスンジョフレまで交代して原田ベースということですね。その辺のところです。力と技と、はい、精神力の戦いです。原田の右が空振り、ジョフレも全力を振り絞っての懸命な反撃を見せます。試合は一進一退です。第12ラウンド終了、私が欲しいところですね。この3ラウンドは、はい、そういうところを見せてもらいたいですね。ジョフレもっぱら右のストレート接近して左のアッパーに頼ります。試合開始早々は実に多彩なテクニックを披露しましたジョフレであります。これで押せばいいんですよね。原田、そうですね、そうですね、ああやって中間距離を保っていると逆になりますね。一発狙われます。ああ、ロックに追い詰める原田の得意のラッシュが欲しいと思います。試合はあと3ラウンド、睨み合い、この距離ですとかかとをつけて、まずいですね、押します。ジョフレ、ああ、はい、原田の右、踏み込んで左のボディーブローであります。さあ一つロック詰めて欲しいところ、さあどうでしょうか。原田のラッシュがストップいたしました。飛んで行ったんですからね。そうですね、あれだけにホールドしているわけでもないんですから、はい、もう少しやらしても交差し使いはなかった場面ですね、はい、サロフに詰めましたが、しかしボディーワークうまく使って、ね、ハンドバッチかわしましたね。年齢的なものから来るその、反射神経の衰えていると指摘されたジョフレでありますが、こういったところはさすがにうまく原田の腰に対しましたうまく、ボディでかわしてから反撃であります。原田の足がちょっと今度は持ってました、ちょっと今の聞いたようですね。
あ、ミート。いい打ち合いですね。綺麗に入りました。原田前進していきますが、ちょっとこれはさあどうでしょうか。ジョフレも交代。さすがにジョフレも疲れています。疲れました。一発でチャンスをつかみながら終えませんね。そういうことですね。あと30秒。あっと遅れましたね。元気な時であればあの原田の突進をなんとかかわして反撃に出られるんでしょうが、どうも交代してコーナーに積もるだけですね。左アッパーを見せましたけれど、ニクラムスの花火は右、原田も右、お互いに正確に当たりません。13ラウンド終了。原田ちょっと光線出ましたが、ゴングが鳴っていました。にわかにまた、評判が高くなりましたジョフレであります。さすがにそのファイト十分に発揮いたしまして、13ラウンドまでダッシュしてくる原田に対しまして譲らず懸命にあらゆる力を振り絞って反撃してる。怖いですね。まだ右のストレート力を出しましたですよ。後半すでに終盤に近づいておりますが、ただいまの右のストレート、原田の十分警戒は必要であります。右のボディーブロー少し浅かったようです。14ラウンドに入りました。あと2ラウンド、場内また騒然となってまいりました。あのパケットミスですね。ああいうのは今までジョフレやったことありませんので、ね、はい、スタートはジョフレ、中盤原田、そして後半ジョフレやや持ち直して、いよいよ大詰めに入っています。14ラウンド、1万3000大観衆を飲みました日本武道館。昨年11月イギリスのアラン・ラズキンを下しました。第1回の防衛に成功しました原田、2度目の防衛なるか。文字通り最強の挑戦者と言われますジョフレ、これを下した名実ともに世界の王座に近い原田ですが、ちょっと今対戦が危なかったですね。ああいうところは突っ込みは深すぎたんですね、はい、右から左ボディーブロー、今のちょっと左に低いところからボディへえぐり込むような原田のパンチ、これがまあ決め手なんでしょうけれど、はい、ブロックはされていますが、しかし原田もあっと右ボディーブロー、はい、綺麗に入りました。あのチャンス、ちょっと疲れました。ここで上げが飛んできますね。そうですね、原田なし。いけないんですかね、レフリーは、はい、はあ、ジョフレ懸命の左フックの反撃、もうしばらくはコーナーで全く防御一点張りのジョフレです。しかし盛り返しました、左フックから右ストレート。原田さん、この辺が問題です。さすがですね。そうですね、ここであと30秒原田が押しまければ完全にこのラウンド取れるわけですね、あ、また頭がぶつかりました。痛そうに顔しますジョフレ。ひどくなりました。原田チャンス、原田チャンス、ストップ、激しい出血です。あ、できないというところですね。ちょっと情けなそうな顔をしました。原田らしゴング、ゴングです。ジョフレ疲れました。5対3と原田、一つビデオテープでご覧いただきましょう。ただいまの14ラウンドの原田のラッシュです。これでまあ右で一つ反撃に出たんですが、これからですね、さあ時間になりました、最終ラウンド、原田リードです。最終ラウンド、王座返り咲き、異常な執念を燃やします挑戦者ジョフレ、2度目のタイトルを死守しようという原田、最終ラウンドです。また頭を締めました、頭よし、どうしようもないという感じですねジョフレ。そうですね、ああ、ちょっとジョフレ戦意喪失、ボディを打ちます、頭よし、
左ジャブが顔面を捉えた。ボディ真っ赤です。ちょっとまあ、コーナーのカツェネルソンですけれど、はあ、マネージャーしょうがないというようなジェスチャーに見えますね。そういうことですね、はい、しかしまだ強打があります。最後の意を振り絞りましたジョフレ。ニアッパしかしいくらもうあれでも原田には今倒すしかありませんですね、はい、はあ、凄惨な試合になりました。原田元気です。かつて不敗の王者と言われたジョフレ名誉にかけて頑張ります。これが前半過ぎたようなラウンドでしたらですね、はい、試合を投げたかも分かりませんですね。本格最終ラウンドです。何としても持ちこたえたいジョフレ。力いっぱいの右ですが原田の飛んだ、はい、飛んだ、体元気です。思い切って動きました。元気になりましたですね。そうですね、元気いっぱいですね。こうなると強いです。さああと1分もう視界性を狙う一発の右でありますが、しかし的確には体を捉えることができません。よくありませんですね。今のラウンドあれだけ打たれていて、はい、よくこれだけ打ち返しましたですね。さすがに気力ですね。ああ気力ですね。根性もありますね。右を振りましたが大振りです。さあ残された時間は30秒。どうですか、頭を下げてる。ああやりますね、やりますね。えらいもんですね。気力打ち消しますジョフレ。あと10秒になった。原田押します。ああだいぶ止まり時間がありません。ラッシュ試合終了。戦い終わりました。原田このラウンドは林さんの採点5対5と互角で、トータルいたしますと73対68、5ポイントの差がつきました。73対68、原田の勝ちと出ておりますが、さあ今、スコアシートの集計でございます。原田2度目の防衛はまず固いところですね。原田です。原田防衛でしょうね。しかしこの敗れたジョフレの表情をご覧いただきたいと思います。原田、原田勝ちました。世界バンタム級チャンピオンファイティング原田と北は昭和41年5月36日東京都においてエベル・ジョフレと世界バンタム級タイトルマッチ第10回戦を行い勝利を得たと、ここにチャンピオンたることを認定します。今日は認定証が渡されておりますが、スコアシート参りました。ニッキー・ポップさんが69対68、認定証並びにチャンピオンベルトは、手崎さんが71対68、3ポイント。宇野さんが71対69、2ポイント。3対0の判定。原田勝ちました。2度目のタイトル防衛に成功であります。原田選手へフジテレビ産経新聞産経放送席放送席トロフィーが贈られます、はい、フジテレビ鹿内社長よりおめでとうございました。トロフィーが贈られます。はい、去年と比べてね、すいませんちょっとこっち見てください。今カップを受け取るところです。チャンピオン原田選手日課ウイスキー第4歯磨き調理社長としてトロフィーが贈られます。佐々木おめでとうございました、ありがとうございます。去年と比べていかがですか原田選手の動きは。やっぱり、まあ、去年よりはやっぱりジョフレも真剣だっただけに
まだ骨はありましたがね、骨がありました。本当におめでとうございました。ありがとうございました。ちょっとすいません。勝ちました原田選手にフジテレビ、産経新聞、産経スポーツからのトロフィーがフジテレビ鹿内社長から、贈られました。チャンピオン原田選手に日華ウイスキーライオン歯磨きより勝利社長としてトロフィー並びにブラック日華1年分、バイタリスウィルキンソンステンレスカエバ1年分が贈られます。関東賞としてジョフレ選手に盾並びにバイタリスウィルキンソンステンレスカエバ半年分、ハイニッカ1年分がライオン歯磨き日華ウイスキーより贈られます。続いて東海テレビ、関西テレビ、テレビ西日本、広島テレビ、仙台放送のトロフィーが仙台放送鈴木社長から贈られました。原田さん、本当にもう何度言ってもおめでとうございました。どうもありがとうございます。去年と比べましてね、相手のジョフレ選手いかがだったですか。調子は良かったんですけどね、スタートアナウンサーたびたび行くんですけれど、どうも、これは原田選手が連れ去られてしまいますね。これは、視聴者の皆さんにご勘弁いただきたいと思います。何せ大変な騒ぎでございますので、チャンスがありましたらもう一度行ってもらいたいと思います。ですね、左ジャブで下がりながら左ジャブばかり使ってるか、思い切って右をですね、3回打ち込むか、非常に興味のあるところね。八尾田さん、はいはい、山場を何ラウンドだと思います。そうですね、やはり5、6というところじゃないんですかね。なるほどね。まあ、大方の予想として石川さん、その中盤チャンスをつかんだらめでると、まあ、後半まで持ち込めば原田という線が、大方の評判なんですけどもね、この点はどうでしょう。やはり7、8ラウンドに、勝負に出ると思いますね。なるほどね。チャンピオンのファイティング原田選手であります。過去アラン・ラブキン、そしてエデル・ジョフレと破りまして2度の防衛に成功しておりまして、迎えましたこれが3回目の防衛戦でございます。おなじみの口ひげでございます。精悍な顔つき、ほっそりとした体、誠にスポーツマンらしい顔つきをしております。レフリーは加藤さんであります。そしてジャッジが石渡戸さん、そして柏木さんであります。石川さん、全部日本ですね。そうですね、はい。これは昭和29年の5月24日ですか、白井義雄選手がレオ・エスピノ選手を破りまして4度目の防衛に成功して以来ですね。そうです、あの時以後ですね、はい、外人が入るようになりましてね、ですから、これはもう日本ボクシングコミッションがですね、なるほど、決めることであって、日本で行われますんですから、当然日本人ボクス、レフリージャッジでいいはずなんです、ね、なるほどね。ですから13年ぶりですね、そういうことですね、やっと軌道に乗ったという感じですね、はいはい。さあ、いよいよ第1ラウンドでやります。世界バンタム級タイトルマッチ15回戦第1ラウンドでやります。チャンピオンのファイティング原田、そして挑戦者ジョー・メデル。青コーナー、静かに右膝を折りまして十字を切りました。宗教が私を支えるという挑戦者のジョー・メデルであります。世界バンタム級1位、相変わらず左のスピードのあるジャブを送っております。左から入ろうというファイティング原田。原田見てますね、石川さん。攻めてきますね。そうですね、八尾田さん、しかしこのジョー・メデルの目つきは鋭いですね。そうですね、でも私やりました、はい、5年前ですが、それとちょっとやはり衰えてるっていうより怖さはないですね。なるほど。ちょっと原田文塚さん慎重じゃないですか。慎重ですね、さあ右でボディを狙いました。あれは原田の武器ですよ。なるほどね、左アッパー見せましたね、石川さんも言ってらっしゃいましたけども、右でボディを狙うとまず、はい。さあ左で飛び込んでロープを背負っておりますが、この辺りがロープ際の魔術です。ジョー・メデル、
あの八尾さん今あのメデル右見せましたかね、はいはい、公開練習や練習ではほとんどこの右に見せられませんでしたかね、やはりしかし石川さん右は怖いですよね、そうですね、やはりこの左が邪魔ですね。珍しく原田選手といたしましては第1ラウンド慎重であります。第1ラウンドから当然ラッシュするものと予想されておりましたが第1ラウンドは非常に慎重であります。薄いトランクスをつけています方がチャンピオンのファイティング原田、濃いトランクスをつけています方が挑戦者のジョー・メデルであります。原田飛び込みませんか石川さん。そうですね、今まだ飛び込んだらいいですね。そうですね、右もちょっと流れてますね。ブロックが上手いですね。ブロック左に当たりますね。そうですね、まともに左を受けてますね。サボディのラッシュを見せましたけれどもブロックがクリンジでやります。レフリーは加藤さんです。第1ラウンドでやります。場内ちょっと原田選手の第1ラウンドにいたしましては珍しい静か。大きな右を見せましたけれどもあれだけ大きな右を振るってはちょっと当たりませんね。そうですね、あ、右が当たりましたね。やはり右のストレートは上がります。ジョー・メデル選手のパートナーが言っておりましたけどとにかく右のストレートには弱い。ロープを背にしております。ロープ際の魔術と言われておりますジョー・メデル、左でボディを狙っております。八尾さん、はい、原田の第一ラウンドどうですか。そうですね、やはり慎重に攻めております ね、それとよくライトのフックを打ってますね。はあはあ、あれはすごくあのメドル あのレフトのガードが下がるんですよね。なるほど、あの公開練習でもそうですけど練習ずっと見てきましてね、下がりますもんで効果的なあの打ち方じゃないんですかね。第1ラウンド終了いたしました。第1ラウンドは石川さんの採点は5対5でございます。それでは両選手の戦績をご紹介いたしましょう。世界バンタム級チャンピオンファイティング原田、昭和18年生まれでございまして23歳、昭和35年の2月の21日にデビューしておりまして6年10ヶ月のキャリアであります。戦績は48戦いたしまして45勝3敗、ノックアウト率が3割8分、そして3敗のうちに1回の TKO 負けを喫しておりますがこれが昭和38年9月26日ジョー・メデル選手に敗れた 1TKO でございます。さて挑戦者世界バンタム級第1位ジョー・メデル、1938年の3月生まれ28歳であります。1955年にデビューいたしまして11年7ヶ月、戦績は89戦いたしまして63勝20敗、6分けであります。63勝のうちに41回の KO、TKO 勝ちを記録しております。さあ第2ラウンドであります。すでに立ち上がりましたジョー・メデル選手であります。リングの中央であります。石川さん、はい、第1ラウンドの原田の出足どうご覧になりました。まあまあいいですね。そうですか、まあ、もう今も八尾さんの話がありましたようにね、そのなんて言いましょうか、やはり右でしょうね。左のブロックは非常に硬いですねメデルは、そうですね。さあロープに誘ってます。今右を出しましたね、これが怖いですね、さあ左のジャブで猛然突進しておりますがロープを背に出しました。場内もちょっと沸きましたけれども、八尾さんね、はい、今原田選手クリンチ見せましたけども、あの戦法はもう当然やるでしょうね。そうですね、相手のレフトを殺すか、はい、今左のダブルパンチ見せました原田選手ですけども、やはり右のガードっていうんでしょうか、硬いですね。やっぱりメダルよくブロックしてますね、はい、さあ、あった左メダルの左でやります。まあ、頭に顔面に受けました。第2ラウンドでやります。低い姿勢からダックしながら左で今度はボディを狙いました。右でボディを狙っております原田、飛び込んでクリンチでやります。あえてロープ際まで行きませんね、そうですね、まあ、やはり原田選手としてはあまり深追いはしちゃいけませんね。まあ今の間はね、飛び込みませんね、棒で打って動きをある程度止めてからじゃないとね、はあはあ、そのボディ攻撃の方はどうですか。まあしかし今のところブロックされてますね、はあはあ、
かしメデルの左もね、ちょっとやっぱりステッピン、ちょっと半歩でもステッピンしますと怖いですけど ね、 その場で打ってますからね。ここは原田が下がりましたね、はい、下がりましたですね。チャンピオン原田選手の方がリングの中央に呼んでおります。さあ左のジャブ、原田もジャブを使いますね、はい、あの中間距離が一番怖いんですよね。なるほどね。私も3回に食いましてね、うんうんうん、ライトストレート食いまして6回終わるまでちょっとわからなかったですね。なるほどね。おっとビデボディを狙いました、原田でやります。さあ原田ラッシュ、原田ラッシュ、ボディのラッシュでやります。どうですか、しかしブロックしてますか、さあ原田ラッシュしております。第2ラウンドでやります。ちょっと場内騒然しております。さあボディのラッシュ、しかしカウンターが怖い。クリンチでやります。どうですか今のラッシュは、石川さん。まあいいですけどね、まあ、効果的でありますよね。そうですか、第2ラウンドすごい声援でございます。原田選手がちょっとラッシュを見せました。八尾田さん、はい、今チャンピオンの原田がちょっと後半ラッシュいたしましたけども、はい、あれはどうなんですか。ボディ牽制して顎へ、ライトレフトフックいきます。なるほど、やはりライトのフックはよく当たってるんじゃないですか。なるほどね。さあ第3ラウンドでやります。原田はまず左から行きます。ネルダルの相変わらず鋭い左、今度は左のアッパーでやります。顔面を捉えました。この距離はどうですか石川さん。まあこのくらい離れたらいいですね。そうですか、中間がやっぱり危ないですね。なるほどね、原田選手も飛び込みませんね、石川さん。まあ、やはり前半はこういう作戦でもいいかもしれませんね。木を見て飛び込んでいく原田選手でやります。左手ボディアッパーでやります。顔面を捉えました。チャンピオンファイティング原田選手。八尾さん、まずまず原田のペースと言えそうですか。そうですね、苦戦してますけどね、まあまあ原田君のペースで言ってるんじゃないですか。なるほど。このラウンドは石川さんがむしろに行きませんね。そうですね、おっとビール、顔面当たりました。顔面のぐとらしました。さあボディのラッシュ、ここでクリンチでやります。第9ラウンド終了いたしました。石川さんの採点は5対5でございます。ジョー・メデル選手であります。ジョー・メデル選手もこの前のラウンド左の目に見ました。こちら側が原田選手のコーナーです。第10ラウンドであります。さあいよいよ第10ラウンドを迎えました。八尾田さんね、はい、さっきも石川さんから話がありましたけども、はい、その割とメデル選手の疲れというのは感じませんね。そうですね、ちょっと場内静かです。レフィーは加藤さんです、はい、原田君のレフトのアッパーをすごく気にしてるわけですよね。1点限定ですから、何でしょうか、サミングですかね。サミングでしょうね。傷口狙ってね。なるほど、親指をね。加藤レフトサミングを選しました。おっと左だった、ボディ狙ってますね。さあロープが体押し込んだ。フリンチでやります、まあ、こういうフリンチ戦法を取られますと八尾さん、ちょっとメデルとしても反撃できませんね。そうですね、左のアッパーです。顔面も捉えました。今度は右、メデルがかけましたが、ちょっとかけてるようですね。方向で、あーっと右、左、原田ちょっと棒立ちでやります。原田ちょっと棒立ち、さあメデルかけたか。原田もしかし反撃しております。原田ちょっと下がった、メデル選手としては珍しく攻撃しております。メデル選手の方から積極的に出ていきます。
ーはこの10ラウンドにかけましたが、ちょっと石川さん、今までのメデルにない攻撃方向でしたね。当然ですね。はあはあ、しかしね、原田がクリンチしていく、はい、なるほど、これを振りほどかないっていうのがおかしいです。あっとみー、原田も下がってきますね。なるほど、私あれ振りほどくと思うんですがね、足使ってね、あの原田やっぱりあれ非常にいいね、防御の作戦なんですよ、はいはい、あのジョフレーに勝ったのもやっぱりあのね、はい、自分が不利になった時のクリンチ。なるほど ね、 ね、ここですね、あのさあボディラッシュしておりますが、あんまりしたばかり攻撃しますと上のガードが開きます。原田、さあまた赤コーナーでやります。あっと左右振ってますね、インサイドからです、そうですね、あメテル右目そうですね、右も切りましたですね、届きません。レフリーの加藤さんが届きました。あ、切りましたね。右ですね。右を切る。あっと、またメデル選手怖い。いやー本当に怖い。第10ラウンド。このラウンドは石川さんの採点。5対4。メデルでございます。メデル選手サビングで1点減点でございます。満員の愛知県体育館です。さあ11回目です。石川さん、ちょっと10ラウンド苦戦しましたですね。さあ11ラウンドでやります。八内さん、はい、メデルの10ラウンドの攻撃どうご覧になりました？よかったですね、最後のコーナーの方でもって、はい、ライトのショート、はい、レフトのフックですか、よく決まってましたね。なるほど、左を出し合っております。右の目尻、そして左の目尻も先ほど血が出ておりましたジョー・メデル選手でありますが、今は左の方は出血が止まっておりますが、今度は右の方一筋血が流れております。左の服飛び込みません。チャンピオン原田距離を保っております。当たりが当たります。左から左、チャンピオン原田の当たりが当たっております。しかしロープには無理をしません。ぐらつきましたね、はい、メデル、ああ、旗に当たりました。青コーナーであります、メデル選手のコーナー。ルペサンチェスマネージャー下から大声で原田、いやメデルを応援しておりますが、また原田の右が当たりました。どうですか今のパンチは、いいですね、はい、こういうチャンスの使い方うまいですね。そうですね、打ってはパッと離れますよね、バッと来るところウィナーアップ当たりますが、ロープ際にちょっと顔を出してしまいました。ロープの外に顔を出しました原田選手でやります。ちょっとバランスを崩しております。右左とボディを狙いましてクリンチ。八尾さん、危なくなったらクリンチすることですね。そうですね、一番いい戦法なんじゃないですか、はい、またクリンチでやります。さあまたメデルが誘っています。あっと右が当たりました。愛さん最初この右のフック、クリンヒットとなっております。やはり予想されました通り左のガードが甘いせいでしょうか、メデル、右がよく当たりますね、右を受けまして再三再四ダウン寸前の状態まで追い詰められておりますメデル選手でやります。しかしメデル選手もここロープ際まで来ますと怖い。さあリングの中央回り込みました。ラウンド終了いたしました。このラウンドは
石川さんの採点は5対4、原田でございます。石川さん、ちょっとその原田選手は苦戦してますよね。そうですね。八尾田さん、後半に入りましてからのね、そのメデルのスタミナの衰えというのはどうですか。あまり現れてないんじゃないですか。それとライトを後半になって、特にライトの一発を思い切り打ってますね。なるほど。やはりその公開練習とか練習ではあまり出してなかった右だけに強烈ですね、私たちの印象には。必ずね、原田はそのお返しをしますね。打たれたら打ち返すと。なるほど、そこはいいとこですね。さあ12ラウンドでやります。でね、メテルは左当たっても右はすぐ行かないんですよね。ワンツーとですね、もう間髪入れず右が飛んでくるとね、原田も怖いんですがね。なるほどね。あっと左の服ですね。カット汗が飛び散っております。さあ、こたびまた原田ダッシュしております。フリンチ、まあ、八尾田さん、このラッシュ&クリンチ、あるいはヒッタンダーウェイ、原田選手のその戦法の一つになりましたですね。完全に、これは確かに原田君のペースに巻き込んでおりますね。そうですね、自分のものにしたという感じがいたします。当たってもね、右が行かないからね。なるほどね、確かにそうですね。そしてまたこうやってっ、また右が当たりましたね。原田の右が当たっております。やはりこれは左のガードがちょっと甘いんですか。下がるですね。なるほど、また右からの攻撃でやります。原田、試合は第12ラウンドに入っております。足も石川さん警戒ですよね。なかなか、状態を動かしね、目標を狂わしてますね、原田。本当に攻撃が多彩になりましたですね、横への動きです。この辺りなかなか見事、顔面を突き上げました。相手が原田、チャンピオンです。左のダブルパンチ、ボディから顔面、中央。ああいう左右を振るリングの中央での八尾さん、メデル選手はあんまり良くないですね。そうですね、やはり一番怖いのはロブギアですね。そういうことでしょうね。さて、原田の防衛戦が始まりました。いきなりの右はファイティング原田チャンピオン、ともに白いトランクス、赤い縁取りがチャンピオンのファイティング原田、一方グリーンのラインが挑戦者ライオネル・ローズであります。おお、大きなパンチ、ローズもスピードは十分、チャンピオンが差を詰めていく。おお、ボディーブローはチャレンジャーのライオネル・ローズ右。おお、この辺りはチャレンジャーも勢い十分です。飛び込んで原田の左、予想ではローズはもう少し足を使うという見方もあったんですが、僕は打ち合いに応じているチャレンジャーのローズ、原田の左ボディを打っていきました。原田がどのあたりでラッシュを見せてくれるのか。ローズの左、おお、ここは原田ボディを積極的に打っていきます。またボディを打つチャンピオン原田、立ち上がり手数はやはりチャンピオンの原田か。
あのラッシュでチャレンジャーを圧倒したいチャンピオンの原田。原田のボディがいい。やはり立ち上がりは若干原田が押し気味か。チャンピオンファイティング原田、今日が5回目の防衛戦。ローズの右、このストレートは非常に伸びる。返しの左、チャンピオンはかわしていますが、あれは脅威。右ストレート左、チャレンジャーの左、右ストレート、これはチャンピオン原田、決して甘く見ることはできません。チャレンジャー勢い十分、左を一発。距離を詰める原田、ここで第1ラウンド終了です。この第1ラウンド、ほぼ互角の立ち上がりでしょうか。チャレンジャーもスピードは十分であります。選手の戦略経歴をご紹介申し上げます。赤コーナー、世界バンタム級チャンピオン、世界バンタム級チャンピオンファイティング原田、53戦して50勝3敗です。素晴らしい成績を誇っております。現在24歳、19歳でタイの強豪コーンキンキッチをノックアウトで下して世界フライ級を制覇しております。リターンマッチで王座を失いましたが、バンタム級に転向し、23歳で黄金のバンタム、バンタム級で史上最強と言われたブラジルのエデル・ジョフレを判定で攻略し、2階級制覇を達成しております。今日がバンタム級王座5回目の防衛戦であります。チャンピオンのファイティング原田、第2ラウンドが始まっております。ファイティング原田、5回目の防衛戦、リストレート、大きな右がチャレンジャーのライオネル・ローズであります。とここでレフリーの高山光がローズのオープンブローを注意。オープンブローに注意が与えられたローズ、原田が距離を詰める。本来今日の5回目の防衛戦は世界ランキング第1位のメキシコ人フェスス・ピメンテル戦が内定していましたが、ピメンテル側がファイトマネーを不服として契約をしびっておりました。1ヶ月前に試合が不成立、代わりのチャレンジャーとして急遽世界ランキング当時9位だったローズにチャンスが巡っております。ラッキーボーイのローズ、このチャンスを生かすことができるんでありましょうか。飛び込んでボディはチャンピオンの原田、左、ローズの左、そして距離を取る。さあ原田引くか、原田らしくか。場内が沸きます日本武道館。原田のあのラッシュはいつ見ることができるんでしょうか。左、これは相打ちか。また距離を詰める原田。警戒に足を使って飛び込んでいった原田、左、ローズの左、一瞬チャンピオン原田のけぞったか。手数ではまだまだチャンピオンの原田でしょうか。ここはローズの左、顔面からボディ、チャンピオン原田。右アッパー、あのチャレンジャーの右アッパーも威力は十分です。右、いきなりの右はチャレンジャーのローズ、あー左、ローズの左フック、飛び込んでボディはチャンピオンの原田、
原田が行きます。おお、左を返したのはチャレンジャーローズ。ここで第2ラウンド終了であります。このラウンドローズのスピードが若干原田を上回ったでしょうか。レフリージャッジ、採点は三者とも5対4でローズについております。原田コーナーです。背中が見えているのが笹崎ジムの笹崎武史会長です。52歳、現役時代はフェザー級ライト級で活躍しました。あの伝説のボクサーピストン堀口とは5回も対戦しております。2勝1敗に引き分けと勝ち越した名ボクサーでした。会長としても名伯楽としてラツワンを振るっております。ぎっしり満員の日本武道館、第3ラウンド開始のゴングが鳴っております。19歳新鋭のチャレンジャーローズ、これは甘く見ることは決してできません。チャンピオンの原田、さあコーナーに詰めた原田、またレフリーからオープンブローを注意されました。ライオネル・ローズ、この試合2度目の注意。この注意がチャレンジャーのローズに心理的影響をどの程度与えているんでしょうか。原田が顔面を狙っていく、コーナーに詰める、大きなボディーブロー、チャンピオン原田。原田の左まぶたのあたりが少し赤くなっております。これは心配、チャンピオン原田、いいストレート、サイク原田、チャレンジャーのローズも思いっきりのいいパンチを叩き込んでまいります。今日の原田は盛んにボディを攻めています。ローズも足を使う、ボディに3発返していく。ローズ、右、ローズの右ストレート、右、原田の右、一瞬チャレンジャーローズの状態が伸び上がりました。左2発、チャレンジャーローズと足が滑った原田、コーナーに詰める、右、少しバランスが良くないか、チャンピオンの原田、ここで第3ラウンド終了です。このラウンドはほぼ互角だったでしょうか。原田本来の動きはでもまだまだかもしれません。さて挑戦者、世界バンタム級第6位オーストラリアのライオネル・ローズであります。若干19歳のホープ、29戦27勝2敗2つの敗戦は17歳の時に喫したものであります。ここ2年間は15連勝、国籍はオーストラリアですが先住民であるアボリジニーの血を引く期待の星であります。これまで世界的な強豪選手との対戦はありません。実力は3つのボクサーであります。
試合は第4ラウンド。ボディの打ち合い、必要にボディを打っているのはチャンピオンの原田。追い込んでいきたい、そしてラッシュまで持ち込みたい。チャンピオンの原田はバンタム級で65年5月に黄金のバンタムエデル・ジョフレを破って王座についております。その後強豪を下してこれまで4度の防衛に成功しております。5回目の防衛戦、相手は19歳の新鋭オーストラリアローズ。顔面の打ち合い、さあ原田を追っていく、原田を追っていく、わーローズも打ち返してくる。しかし手数ではチャンピオンのファイティング原田か。右ストレート、はっきりとポイントを奪いたいチャンピオンのファイティング原田。そしてどの場面であのラッシュを見せるのか。おーローズも足を使う、なかなかライオネル・ローズを捕まえきれないチャンピオンのファイティング原田。今回は減量区を言われておりましたが、そのあたりの影響はどうでしょうか。大きなパンチ、これも十分のライオネル・ローズであります。左から右、そしてボディ、チャンピオン原田、原田を追っていく、いいストレート、また右を伸ばす、あーローズの左フック、原田がまとまったパンチ、残りがもうあまりありません。第4ラウンド、ボディを打ったのはチャレンジャーのライオネル・ローズであります。第12ラウンドが始まりました。わーっと原田の右、原田も力を込める、もう原田一発で倒そうという、そういった気迫が十分に感じられます。おお相打ち、左の相打ち、また原田ファイトの場内からのコール、あーっと引っ掛けた、原田バランスを崩す、これ危ないシーン、ローズが盛んに左ジャブを使う、さあ原田まとまったパンチを見舞いたい、そしてできればあのラッシュまで持ち込みたい。ポイントでは若干ローズ有利か。苦しい原田の5回目の防衛戦、原田の右、これはすぐ起きる、まだまだローズは足を使えます。ボディを打ったチャンピオン原田、チャンピオンの左、残り1分を切りました。第12ラウンド、
右、ローズの右ストレート、おー、体をかわしていくダイオネル・ローズであります。ここでまた原田の両まぶたがその赤みを増しております。右からは出血がある模様、チャンピオンのファイティング原田。なかなか懐に潜り込んでいけないチャンピオン原田、どこできっかけをつかむのか。試合はすでに12ラウンド、鼻からの出血があるかもしれません。チャンピオンの原田と、これは右足が滑った、ちょっとイラついているか。チャンピオンの原田、ここで第12ラウンド終了。12ラウンドが終わりました。チャンピオン原田、なかなか波に乗ることができません。本来原田はスタミナには絶対の自信を持っております。試合の終盤ではあってもスピードやスタミナが落ちることはこれまではありませんでした。やはりこの試合は減量が苦しかったんでしょうか、あるいは若いローズの生きのいいボクシングの前にペースを乱されているんでしょうか。原田本来のラッシングパワーはここまでは姿を影を潜めております。すでに試合は13ラウンドに入りました。チャンピオンファイティング原田の5回目の防衛戦、相手はオーストラリア19歳のライオネル・ローズ。原田にとっては非常に苦しい防衛戦、第9ラウンドに段を期しております。ローズのスタミナはまだまだ大丈夫のようです。足を使っているライオネル・ローズ19歳、残すラウンドはこのラウンドを含めて3つのラウンド。原田の左2発、体の右がかすめる、ロープ際にそしてコーナーに詰めていきたいファイティング原田。おー、1、2、3発、ローズの3発、原田の左、距離を詰めて、なかなか仕留めるところまではいきません。ファイティング原田、お互いの左、右ストレート、離れ際今度はローズの左、あの原田のラッシュは今日は不発に終わってしまうんでしょうか。右から左、ライオネル・ローズであります。原田のやはり鼻からの出血があります。おー、ここはダッキングでかわすチャレンジャーのローズ、ここで13ラウンドが終了しました。
このラウンドレフリージャッジ3者とも5対5のイーブンとしております。さてここまでローズが試合の主導権を握っております。そういえば原田が19歳で世界フライ級王座に就いた時も戦前の予想は圧倒的に不利でした。しかし原田はその予想を覆して王座を奪取しております。この無名の19歳のライオネル・ローズ、世界があっと驚く大番狂わせで無敵の王者原田を破ってしまうんでしょうか。残るは14、15ラウンド、2つのラウンドとなっております。第14ラウンドまで試合が進んでまいりました。ファイティング原田が行きます。チャンピオンが行きます。今年ラウンドは2つのラウンド、いきなりの打ち合い。飛び込んでローズ、右ストレート、ローズの右ストレート、チャンピオンの原田が右をもらいました。原田の左から右、はっきりとポイントを取りたいチャンピオンの原田。原田はもう後がない格好になっております。第9ラウンドに断を喫しました。原田が逆転するにはノックアウトしてしまうか、最低でもダウンが欲しいところ。ローズの右、ロープを背にしているのはチャンピオンの原田の方であります。ボディを打つ原田、ダッシュまでは持ち込めないか。残すラウンドはこのラウンドを含めたあと2つ。ボディの打ち合い、お互いにやはりスタミナの消耗は見られます。あー、ボディを打つ、ここはローズ。ローズが前に出ます。やはり原料区の影響があるでしょうか、チャンピオンの原田。もう後がない格好のチャンピオン原田、苦しい防衛戦、ここから逆転があるのかどうか。さあ原田ボディを打つ、原田距離を詰める。いいボディ、いきなり一発、チャンピオンの原田。第14ラウンドが終了しました。3者とも5対4でローズ。原田もう絶対絶命のピンチとなっております。残すラウンドはあと1つだけ、第15ラウンドを迎えます。ファイティング原田、5回目の防衛戦は非常に苦しい戦いになっております。逆転ノックアウトを見せるのか、チャンピオンの原田。この最後のラウンドにかけます。さあいよいよ最終の第15ラウンドを迎えます。チャンピオンファイティング原田、
5回目の防衛戦、苦しい防衛戦、そして最終ラウンド、さあ両者いきます。両者打ち合い、ボディを攻めている。原田が行く、しかしチャレンジャーのローズも負けていない。ここはもう力と気力を振り絞る4戦中。顔面を打ったのはチャレンジャーのライオネル・ローズであります。さあ原田もう時間がない。ここまでポイントの上ではローズ有利。さあ原田逆転ノックアウトで防衛を飾るのか。時間が過ぎていきます。ファイティング原田、さあ行くか。原田ラッシュに持ち込むか。原田追っていく。原田も相当にスタミナを消耗しております。さあローズ、ここは左を伸ばしていった。原田がどこまで頑張るか。残り時間が少なくなってくる。もう原田は崖っぷち。さあ一気にいきたい原田。なかなかラッシュまで持ち込むことができません、ファイティング原田。さあ残り1分を切りました。チャンピオンのファイティング原田、このままだとポイントの上では非常に苦しいチャンピオンの原田。ボディを打ち合う、そしてローズの顔面へのパンチ。さあ原田が行く、追っていく。時間が過ぎていきます。時間がない。原田の逆転はあるか。右、体の右。体が距離を詰める、最後の力を振り絞る。ローズも応戦。ローズの左、チャンピオンの右。時間がない。ボディーブローはチャンピオンの原田。さあ原田、最後のチャンス。ここで最終ラウンド。